東京インターナショナルバーショー。 A bar show like this is a great opportunity to see international speakers, to interact with new products, and also to make new friends. So whether you're a drinker, whether you're a bartender, this is the place to be.回を重ねるごとにですね、非常にあの内容も充実されてきまして、海外からもあの多くのお客様がお見えになっていただきまして、今回のテーマはバーアカデミーということで、この中でいろんなものをお客様が学んでいただけるというか、まあ、楽しんでいける、まあ、そういうふうに、用意しております。4歳後のウイスキーでございます。これ以上古いブレンデッドウイスキーございません。ぜひ召し上がってください。Message for bartenders all over Japan. Remember that the drinks you make are nowhere near as important as how you make your guests feel.It is fantastic. The organization is just is so impressive. It's a great feeling to be here and meeting so many people that I recognize. I'm going to enjoy it. Thank you very much.なでしこカップ優勝者はエントリーナンバー9、宇野佳菜子さんです。スコッチウイスキーのスモーキーさが少し残っているデザートカクテルっていう部分でおすすめしていきたいなと思っています。嬉しいです。アーショー、今年はもう本当にさらにパワーアップした、非常に大きく盛り上がって、まあ、成功したと自負しております。出店ブースの方もですね、非常に多かったですし、海外から国内長いからですね、さらに多くの出店依頼、出店希望が寄せられております。より良いバージョンになるために今日から頑張って指導したいと思います。来年もぜひお待ちしております。楽しかったね。 Good? It's pretty good, バーショー